竜が池は愛知県名古屋市昭和区鶴舞にある鶴舞公園内最大の池池の位置が旧名古屋市の東南の方向にあることから竜が池の名が起こったこの池の東にある八幡山古墳の土はこの池の土を掘って当てたのではないかと言われている1909年の名古屋市の告知によると中区鶴舞公園を定めること左の如しとして鶴舞公園の文字に 鶴間と金が振ってある。鶴間とは、水の湧き出るところという意味。そうすると、この名が示すように、流水地帯に池を掘って、農業用水にしたもので、池のできた年代ははっきりわからない。もともと、水の豊富な池で、大雨の後には、水が溢れて、大池町から正人川に流れ込んだという話。この竜が池を最上流として、二つの流れが、 公園内の他の池とそれを結ぶ渓流の水源となった。一つの流れは、流が池の西北の東流橋をくぐって、熊沢山の北側を流れおり、古町が池に注ぎ込む支流と、熊沢山西六を南に下る本流とに分かれる。東流橋から古町が池に至るあたりは、岩組で増築され、宮間の渓流の趣が感じられるところである。 熊沢山柄の西側から南へ流れる下るあたりは流れも緩やかになる。この竜が池と湖町が池の間を流れる水路で源氏ホタルの飼育に成功しホタルのせせらぎとして大切に保存しようとされていた。もう一つの流れは1923年に作られた勝負池、季節的に水を流すので竜が池の南西部に水門が設けられている。 小淵、古町が池を潤した水は、吉田山の麓で合流し、さらに公園の南側を大きく迂回して、正面近くのシャチが池に入っていった。佐古の滝1954年3月に、龍が池東南端の道路拡張に伴い、池の一部埋め立てを行った。かつては豊富な湧き水と、東の狭間町方面からの水流により、美しかった龍が、 池の水も周辺の市街化と下水道の整備により補給水が断たれ汚れた水となってしまった。なんとか工場的な水の補給をと知恵を絞った結果、若宮大通北にある日本ビール株式会社名古屋工場からの冷却水の余剰水の無償供給を受けることになった。1955年に6インチエタニット管埋設の工事を行った。池への落ち口は 落差4メートルの滝となっている。1955年6月1日、サコの滝と命名された。これは実現のため絶大な協力を惜しまなかった時の工場長、サコ常中にちなんで付けられたものである。しかし、2000年ビール工場が閉鎖され、供給水が途絶えることになったので、以降は地下水を汲み上げて循環ポンプにより池の水を滝より、落としている。 1945年3月12日の空襲では、龍が池にかかる黄緑道が爆風により破壊された。1956年8月に再建された。ありがとうございます。